乃木神社一の鳥居乃木神社は、東京都港区赤坂にある神社。明治期の軍人、乃木マレとその妻、乃木静子を祀る。旧社格は、府社。現在は、神社本庁の別表神社。乃木夫妻が、明治天皇大喪の日に自陣した邸宅の隣地に、所在。梅の花が咲く、期間限定で、媒行守るを判布している。 明治45年7月30日に崩御した明治天皇の大葬儀当日である大正元年9月13日、乃木マレスケル育軍大将と妻、静子が天皇に準じて自陣した。乃木夫妻の忠誠心に感激した国民は次々と乃木邸を訪れ、その数は日増しに増えていった。そして夫妻の葬儀と同時に乃木邸近くの 当時、幽霊坂と呼ばれていた坂の名前も、乃木坂と改められた。大正2年、坂谷義雄東京市長が中心となって、中央の議会を設立し、乃木邸内の商社に、乃木夫妻の礼を祀った。そして、大正8年には、乃木神社総建の許可が下り、大正12年11月1日に鎮座祭が行われた。設計は、大江慎太郎が手がけた。 昭和20年5月の東京大空襲で社殿を消失したが、戦後全国の数計者の特使により、昭和37年9月13日、祭人50年祭に合わせて、本殿、平殿、拝殿が復興された。なお、この時の設計は、新太郎の息子、大江博士が手掛けた。また、昭和58年には、博士の長男、大江新と三男、 アキラによるコンクリート作りの宝物殿が建てられた。ありがとうございます。